はい、で本日の進め方なんですけれども、基本的に実習という形になっていますので、どんどん手を挙げて止めていただければと思います。でまた資料の1ページ目に書いているんですが、自分が本日話す話はほとんど全てオンラインチュートリアルとしてこのリンク先に載っていますので、よろしければこの資料の URL をクリックしていただければ、オンラインのチュートリアル、今は日本語版もありますので見れると思います。で自分が話す話はSWATHとオリオンズ DIA のパートですので、2章と8章となっています。どちらも日本語版がありますので、それを随時ご参照いただければ助かります。はい、始める前なのですが、これ自分がというとちょっと問題があるんですが、ほとんど津川さんが作られているんですが、津川さんのコンピューテーショナルメタボロミクスというページで、生データからのコンバートがあれば、そのコンバートしたやつをアンターゲットにも解析できますし、ターゲットにも解析できて、その2つをリンクすることもできるし、他にもたくさんスペシャルなツールを作っていますよというページで、自分はこの中で MS-DIAL の開発を主に関わっていて、あと MS リマは自分が完全に作っていて、MS ファインダーっていうやつもちょっと開発手伝っているという形です。MS-DIAL が、統合開発環境で生データから最終的な出力までいけます。MS リマはデータベースを管理するためのマススペクトラルの管理用のライブラリーマネージャーとなっています。MS ファインダーは、MS2 スペクトルをアノテーションするために使われます。今日多分この3つが出てくると思います。はい。で本題に入っていくんですが、まずアンターゲットメタボロミクスとして生データから何かしらのプロセスをして、こういう化合物のマトリックスを得られて、で本当にこの中からディスカバリーをするためには様々な検証をしていかなきゃいけないんですが、これがなかなか難しいということで、データ解析全般をサポートするために自分たちは MS-DIAL というツールを開発しています。これは生データから本当にプロセッシングやその後の統計解析も含めてディスカバリーをサポートするための全工程を含むことを目的としています。できることなんですが、GC、LC、LCMS、MS もできるし、最近では DIA をほとんど全種類サポートしていて、イオンモビリティにも最近サポートできるようにというふうに進めています。で売りとしましては、全データフォーマットをサポートしているので、どのベンダーさんのやつでも使うことができますという形ですね。で、早速 DIA の話に入っていくんですが、今回 DIA 実際に使っていらっしゃる方どれぐらいいらっしゃいますか？多分事前アンケートと半数ぐらいが DIA ユーザーなのですが、予想よりも少ないかもしれないですね。なので、基本的に皆さん DDA を使われていることが多いと思うんですが、データディペンデントに取得されると、MS2 測られない化合物が出てきてしまうのですが、DIA、今回の場合、オールイオンズとかですと、イオンソースに入ってきた一定値以上のイオンが全て MS2 測られるので、全 MS2 を取得することができますと。したがって、セレクションバイアスが起きないんですが、代わりに MS2 のスペクトラムがすごく汚くなってしまうという問題があります。で、今ざっくり説明したんですが、SWATH ですと、このスキャン幅というものが決まっていまして、 MS2 取得するときにこれぐらいの、例えば100ダルトンから25ダルトンぐらいですかねの幅でスキャンすることで、この25ダルトン分をまとめて MS2 測定することができます。がSWATHで前半部分に話すパートです。で後半部分に話す AIF っていうのは、SWATH はこういうふうに一定範囲ずつを MS2 測ると言ったんですが、全てまとめて同時に測定する技術を AllIons または MSE、まとめて今回 AIF と呼んでるんですが、という測定方法になります。で、ここまでで何か質問というか、ざっくりあれば、講義的なところなのですが、前半は下側のSWATHをやって、後半は上側のオリオンズをやる予定です。で自分はあまり DIA やる気もないから興味ないかなって方もいらっしゃると思うのですが、最近、いろんなデータをパブリッシュしようという流れがありますので、もしかしたらSWATHのデータやオリオンズのデータで生データを公開する人が増えてきて、レポジトリに上がるかもしれないので、もしよろしければそういうのを活用するかもしれない未来を想像して興味を持って聞いていただければなと思います。で先ほどの話の続きになるのですが、 MS2 がめちゃくちゃコンプリケイテッドで汚いので、どうにか元のプリカーサイオンを予測して紐付けてあげて、ピュアで活用できるような MS2 に変換する作業を MS2 デコンボリューションと呼んでいます。で MS-DIAL ではこの MS2DEC というデコンボリューション手法と CODEC というのを自分が新しく開発して、この2つを現在サポートしています。前半部分 SWATH のデータでは MS2DEC だけを用いるので、先に MS2DEC の説明をしておくのですが、もしも本当にアルゴリズムに興味がある方は論文を引いていただければと思いますので、ざっくりとした説明だけ。クロマトにもしも2つの化合物が共用出してきた場合、この1と2という化合物が同時に流れてきた場合に MS2 を測った時にその2つが混ざったような MS2 になってしまいます。それをどうにか分けるために MS1 の EIC と MS2 の EIC を比較してで、まあ、いろいろな計算方法を用いることによって各ピークに帰属させることができて、デコンボリューションという形で分けることができますと。この手法を MS2DEC というふうに称し、2015年に津川さんが論文として発表されています。で前半の部分ではこの方法を使います。MS-DIAL は基本的に MS2DEC をデフォルトでサポートしています。はい、としたざっくりとした概要説明なのですが、前半部分で何かついてこれてない、または、資料とか何か MS-DIAL にバグがあって今開けてないという方がいらっしゃれば挙手をお願いします。大丈夫そうなのでどんどん先に進めたいと思います。前半最初はSWATHを用いた藻類のリピジョミックスについて話をするのですが、これは津川さんが2015年に MS-DIAL の最初の論文として公開されたやつで、その時の論文に使った生データの一部を、技研のウェブサイトで公開されていて、それを使って今回は実習としてやっていきましょうという話です。もしもその生データの意味とかどういったものが含まれているのか、どういったことが発見できるのかというのに興味がある方はこの論文を引いてもらえればかなり詳しく載っていますのでやってみてください。ざっくり言いますと SWATH と DDA 比較してみて SWATH の方がたくさんアノテートをすることができましたという話です。で MS2DEC を使うことによって、セントロイドしただけよりも綺麗な MS2 スペクトルを得ることができましたという話です。で本題に入る前なのですが、今回お配りしたデモデータは全て ABF ファイルフォーマットとなっています。 ABF ファイルフォーマットというのは LifeX さんがサポート出しているファイルフォーマットでして、 ABF コンバーターというものが今無料で使えるようになっていますので、ご自身のお持ちのデータ、生データを全部この ABF コンバーターで ABF に変えることができます。で今回はもうすでに変えたものをお配りしているので、興味がある方はここのリンク行っていただいていろいろ記入すればダウンロードすることができますのでやってみてください。はい、続いてデモデータセットの確認に行きたいと思います。最初使うのは SWATH の方ですので、皆さんフォルダの中に、デモデータだったかなというフォルダがあると思いますので、そちらを見ていただければ、デモデータというのがで2個あるんですが、SWATH の方ですね。で、ちょっと特殊な名前だなと思った方もいらっしゃるかと思いますが、これ Web からダウンロードしてくると、このデモデータ自体も MS-DIAL のページにそのまま公開してますので、ダウンロードしてくるとこの名前でダウンロードしてくることができます。で開いていただくと ABF ファイルが複数あって、2つ、.med という med2 ですね、というファイルと、他に .text が2つですね、あると思います。では早速 MS-DIAL 起動していきましょう。まだ起動してない方は起動していただいて、閉じちゃったら。でですね、基本的に解像度が高いパソコンを想定していますので、低いやつでやるとちょっと GUI が動かしづらいところがあると思いますが、でファイルを押していただいてニュープロジェクトで始まります。 MS-DIAL の概念としましては、全データ全リザルトが同じフォルダに入るようになっていますので、今ここで指定するプロジェクトファイルパスというのが非常に重要で、ダウンロードしたレクチャーのデモデータの中のSWATH のデータの場所を指定していただければ進みます。で、すみません、ちょっと言うのが遅くなってしまったのですが、もしもすごくネストした場所というか、その自分のダウンロードしたところの自分のマイフォルダの中のめちゃくちゃ名前の長いところに行くと Windows のファイルの扱いの問題がありまして、あんまり深くネストしたフォルダに入れてしまうとたまにバグが起きるということがありますので、できればデスクトップ下とか要は CPU からのファイルパスが近いところの方が安定して動きます。よほど深くなければ大丈夫なんですが、はい、でプロジェクトファイルパスを指定していただいて、イオン化のモードとしては今回は GC ではないので上の方のままで大丈夫で、セパレーションタイプもイオンモビリティではないのでこのままで大丈夫で、MS のメソッドで今回は SWATH ですので SWATH を選んでいただいてブラウズ。そうすると多分よくわからないフォルダが開くと思うんですが、今からデモデータの中の SWATH のフォルダに移動してもらって、そうするとこの2つでテキストファイルが出てくると思いますので、上側の方 ABSCIEX エクスペリメントインフォメーションという方を選択してもらえれば、これちなみにですね、開いてみるとこういったことが書かれています。見えますかね。資料にも載っているのですが、この情報が一番プロジェクトにおいて重要でして、エクスペリメント1のスキャンかということと、その時の MS タイプスキャンなのかスワスなのかというものと、M オーバー G の範囲ですね、スタートとエンドの M オーバー G の範囲が載っています。スワス、先ほど説明した通りに一定の範囲に区切って MS を測っていくので、どの範囲に区切ったかという情報が全部載っています。でこれはSCIEX のソフトでしたら PeakView のソフトウェアのサンプルインフォメーションから簡単に作れるそうですので、はい、そのことです。であとは変更点としましては、データタイププロファイルのままでよくて、イオンモードをネガティブにしてもらって、ターゲットミックスをリピートミックスにしてもらえれば。で最後気になる人はアドバンストってところがあるんですが、ここは最終的に MSP フォーマットで吐き出したいですとか、本当にアドバンストな使い方をしたい方は、追加のメタ情報といいますか、インストゥルメントのタイプですとか、オーサーの名前を入れたりとかすることができて、ちょっと便利っていう程度なので、皆さん意識しなくても大丈夫です。で、できたら NEXT いきましょう。でここがファイル設定画面なので、ブラウズボタンを押してもらうと、先ほど指定したフォルダの中身が全部出てくるようになっています。で今回ファイルフォーマットで ABF 以外も選べるのですが、今回 ABF だけなので ABF のままで大丈夫です。で、全部選んでもいいのですが、あまり自分の PC に詳しくない方、および PC のスペックが高くないなと思っていらっしゃる方は、おすすめとしては QC となんかサンプル1個ずつとか程度にしておくと、多分早く終わるというか、皆さんと一緒に進めていけるかなと思いますので、そこは自分の PC 次第で。2個は積んでて最低4スレッドあるわ、自信あるわって人はコントロール A で全部選択していってもらっても大丈夫ですし、怖い方はブランクとサンプル1個ぐらいと下の方に QC があるので QC1 個のこの3つだけとかでも大丈夫です。実際にその後詳しくデータ解析するわけでもないですので、そこはお任せいたします。全部選択して開くを押すと開いた状態になります。でこのままではあまりちょっと見づらいので、ファイルネームですとかタイプ、ファイルタイプがサンプルタイプがサンプルなのかスタンダードか QC かっていうものを選べて、クラス ID というのがその後 MS-DIAL で解析した結果を比較するときにどういったものかというのを選べて、バッチはバッチ補正とかをしたい場合に使います。この後補正をしたいときに使う場合ですので、今回は割愛します。で、はい。うまくいかない方が。うまくいかない方、気にせず、そう、手を挙げてもらえれば。はい。はい。で、よくこういうツールを使うときに皆さんなんか、一個一個マニュアルでやるのめんどくさいなって方がいると思いますので、コントロール A とかを押すと、いかない。こうか。いかない。はい、来ました。うまく選択をしてコントロール A を押すと全範囲選択できて、コントロール C でコピーして、Excel とかに貼るとですね、Excel にコピーすることができて、ペーストすることができて、Excel で少し変更したまま、またそっちにペーストすることができるので、そういうのも便利ですよというご紹介です。で、それを作ったのが実際に同梱していますので、よろしければお使いください。ダウンロードして ZIP ファイルを解凍した時の一番トップにサンプルインフォというファイルがありますので、それ開いてもらうと、ちょっと変更したサンプルインフォファイルがあります。で、これファイルネームとかタイプとかをちょっと変更しているだけです。これ見比べてもらえばどこが変わったかというと、ファイルネームちょっと短くして、タイプっていうものをファイルネームと合うように変更して、クラス ID をちょっと見やすいように変更しただけです。で、範囲選択でコピーしていただいて、で、ファイルネームからなので、ファイルネームのところにカーソルを合わせて、貼り付けをすると貼り付けれるようになっています。が、全範囲選択をしたから言ってくれない？もしかして。こんな感じで貼り付けられますが、ちょっと今、せこいことをしました。ここまでできてない方とかいらっしゃいますか？ファイルネームを軽く変更してタイプを合わせてクラス回したっていう形です。もしもできたという方はもう NEXT を押していただいて、そうするとパラメータのセット画面が出ますので、全部パラメータを細かく変えていってもいいのですが、一度作ったパラメータをロードすることができますので、今回は配布のパラメータをロードしてもらえると早いと思います。ロードボタンを押して、開いたフォルダがその SWATH のフォルダであることを確認して、この param.med2 というファイルを読み込んでもらえれば、全部自動でパラメータが反映されます。すみません、そう説明するのを忘れていたのですが、今回資料では全部 3.98 と書いているんですが、津川さんがその資料を作った後にですね、バージョンを上げましたので、今回配布したのは 4.0 となっていますので、ただ大きな違いはありませんので、 3.98 とか書いているところは全部 4.0 だと置き換えて読んでいただければ助かります。はい、パラメータロードまで何か詰まった方いらっしゃいますでしょうか？まずざっくりパラメータの説明をしていくのですが、全部一応オンラインチュートリアルの方に各パラメータの詳細を極力書いていますので、そのままそちらを参照していただければというのと、全く分かんないというところがある方は挙手でその場で質問していただければ、できる限り回答しますのでよろしくお願いします。まずデータコレクションのところですね。ここは基本的にデータのどこからどこまでを使うかみたいなことを指定するんですが、基本は MS1 か MS2 かの少し設定を入れて、でリテンションタイムのインデックスとかもあるんですが、これは指定しなかった場合全部使います。今回は少しデータが大きいので小さくするためにここら辺範囲指定していますが、別に何も指定しなくてもそのデータに合ったサイズで測定してくれます。であとはスレッド数を今回4にしているんですが、これは CPU2 でスレッド4のパソコンの場合を想定してやっています。これは4よりも小さい方は自動でその小さいサイズに合いますので、このままでも大丈夫ですし、自分のパソコンはもっとすごいんだという方は8とか12とかにしてもらっても大丈夫です。はい、でピークディテクションですね。これは本当にピークディテクションするときのメソッドで、メソッドパラメーターでどれぐらいでカットオフするかというものを決めています。とあとはスムージングどうするかと、ノイズ明らかにここはゴミだろうというところをエクスクルージョンするためのマスのリストとなっています。これはこの装置特異的または測定特異的に、ここのマス常に出てくるゴミなんだけど、ピークとして取りたくないという場合は設定して除くようになっています。次、先ほど説明した MS2DEC の時のパラメータなのですが、基本的にここもあまりいじらなくて大丈夫で、いじるとした場合はこのアバンダンスカットオフ、どこまでの、どのピークを MS2 として判定するかというところのカットオフがありますので、ここだけ自分のサンプルでノイズが大きいなと思ったら少しここを高くするとかすると速くなります。はい。続いてアイデンティフィケーションです。ここからちょっとファイル操作が必要となります。アドバンスと開いていただいて、テキストファイルのところセレクトって押していただくと、テキストベースとのライブラリーファイルを読み込めるようになります。でリピットネガの方を読み込んでもらえれば大丈夫です。で今回こういったものがテキストベースでこれをアノテーションしてほしいなっていうやつが載ってきます。読み込んでいただいて、パラメータはなんとなく見ていただければここら辺はわかるかなというパラメータですね。幅どれぐらい許すかとか、そういったことが載っています。で、上側の MSP ファイルのセレクトボタンがあると思うんですが、こう押すとですね、こういったリピットデータベースのセッティングに入るんですが、今回起動するときにメタボロミックスとリピットミックスを選ぶ画面がありまして、リピットミックスで選んだので、自動的にリピットミックスのデータベースが使われます。もしもメタボロミックス選んだ方は、ここで自分のメタボロミックス用のライブラリですね、MSP ファイルをセレクトする必要があります。あと、ソルベントタイプで離散暗号かどうかということを選べるそうです。これも自分の測定に合わせてやってください。今回はこのままで大丈夫です。あとはアダクトの画面ですね。どういったアダクトを検出したいか。この検出というのは、アノテーション、このアダクトですという名前をつけるかどうかということになっています。で、基本、もしも何もセレクトしなかった場合は、全部 M+H か M-H になってしまうので、もしもそのリンクがあって、このアダクトタイプが出るだろうというものがあれば、チェックをつけておくと、それを自動でアノテーションしてくれます。で、続いてアライメントですね。これもアライメントのリファレンスファイルだけ変更していただければと思います。今、ブランクをリファレンスにすることになっているので、QC をリファレンスにするように変更して、あとはそのままでも大丈夫です。はい、ここまでいって、というか正常にロードしていただければ、あとはもう、あとアライメントを変えていただければフィニッシュしていただいて大丈夫です。フィニッシュすると解析が始まりますが、リピートミックスですので、リピートのデータベースがすごく大きくてですね、ちょっとライブラリーインポートの画面がめちゃくちゃ長く出てくると思いますが、あまり気にせず待っていただければと思います。はい。で、ここまでで設定確認のところが一通り終わって、進捗画面、多分こういうのが皆さん出ているのかなと思います。まあ、3分から15分ほどかかる場合がありますが、人によってかなり様々ですので、かかる人はちょっとかかります。ということで、ずっと話し続けてしまったんですが、何か質問というか、パラメータチューンでいつもここ迷ってるんだけどとか、何か興味があるところがあれば、お答えする時間としたいのですが。はい。では、戻りたいと思います。で、解析結果の画面、こういう形で出てきていると思います。で、実際に使い方いろいろ詳しく知りたいという方は、オンラインチュートリアルにかなり詳しく載ってますので、オンラインチュートリアルも同時に参照していただければ分かりやすいかなと思います。自分は安全のために実際にランしたやつをロードしていきたいと思います。すみません、事前に開いておけばよかったです。ちょっとライブラリが大きいので時間かかるんですが。で、最初開くとですね、この各ファイルの結果の1個目、今はブランクの結果が表示されていると思います。1個目に何が来ているかによるんですが表示されていて、ブランクなので今回の結果はかなり少ないですね。なので QC 見てみたいと思うので、QC の1の1あたり、もしも QC 入れている方はダブルクリックしていただければ、QC の結果が表示されます。パソコンが引くほど重くなってしまったのですが、なんかしたかしら。はい。開けたと思いますので、なんか、この真ん中のパネルにですね、たくさん色がついてるじゃないですか。でグレーになっているものが何もアノテーションされなかったもので、色がついているものがある程度リピットクラスがアノテーションついたものになっています。でこのグレーが何もついてないやつなのでひとまず消すために MS2 マッチ度っていうところを押してもらうと MS2 がマッチしたやつだけに絞り込むことができます。このディスプレイフィルターというやつをよく使うので、例えば MS1 だけにすると MS1 もマッチしたやつだけマッチしたやつで MS2 マッチ度までつけると MS2 だけもマッチしたやつ MS1 と MS2 がマッチしたやつとかを取ることができます。で MS2 アクワイアードというやつもあるんですが、今回 DIA で測定しているので全てアクワイアードのはずなので全て MS2 を持っているのでフィルターとして機能しません。あとアンノーンだけに絞ったりとかということもできます。あと小イオンテーブルというものを押していただくとこのピークテーブルのビューアーが出てくるので、なんというかテーブルで見たい方はここを押していただいてテーブル操作をしてもらえればと思います。形で全ファイル出てきます。全ピーク分出てきます。であとはコメントつけたりですねができるようになっていますが、基本的に自分はアライメント結果をよく見るのでまずアライメントの方に移りたいと思います。アライメントリザルト、左下のアライメントナビゲーターのアライメントリザルトをダブルクリックしていただくとこのような画面が開きます。で上の側、上部分だけ変わったのですが、今バーチャートで出てると思います。バーチャートの結果とあと上のタブ変えていただくと EIC の結果が出てきます。これ EIC 全サンプル分重ね書きしたやつが出てくるようになっています。で同じく小イオンテーブルを押していただくとアライメント結果の小イオンテーブルが出てきて、ここで各サンプル間の比較ですとかピークの SN 比、あとはあの場の P バリューといったものが出てきます。これは QC やブランクを除いた時のサンプルだけのあの場の P バリューとフォールドチェンジ、一番高い値と一番低い値の差が出てくるようになっているので、ここら辺で相当していただくとなんか各グループこいつだけが持っているやつとかに絞り込むことができたりとか、なんか特徴的なやつを見つけることにできたりとか、あとは名前でフィルタリングしたいときとか何かしらのアノテーションでフィルタリングしたりですとか、あとはコメントもつけれるようになっていますので、新しく何かコメントをつけてコメントで自分がよくやるのはですね、これが正しいか正しくないかみたいなコレクトとかノットコレクトとか NG とかエクスクルードインクルードで EX、AEX つけたりとかですねっていう形で使っています。であとはまあ適当に見ていただければなんとなくわかると思うのですがという形に入っていくのですが、右下の部分で MS2 のマッチが出ていて、これでコンボリューション結果と、ライブラリーマッチの結果が出ています。上側がでコンボリューションの結果で下側がライブラリーマッチの結果です。でピークスポットビューアーの方で見ていただくと MS2 のクロマトがどう書かれたかっていうものとか、生データとでコンボリューション結果がどう違うかとか、これはほとんど一緒ですね。例えばこれとか見てみると、今適当に選んだだけなんですけど、生データを見ると、全然マッチしてないんですが、でコンボリューション結果を見るときれいにマッチしていることが分かるので、溶出しているタイミングとかできれいに分けることができています。生データとデコンボリューション結果をこういうふうに比較することができるようになっています。でこれはピークスポットビューアーに対する結果なので、ピークスポットビューアー、アライメントスポットビューアーって言ってるんですが、ピークの結果、各サンプルからの結果を見るときがピークスポットビューアーになっていて、アライメント結果を見るときがアライメントスポットビューアーになっています。で右側のパネル、アライメントのときは一番右のタブが機能していて、ピークスポットビューアーのときは他のタブが機能している形です。あとはあまり公式にしていない機能としましては、この上側のアラインド EIC、全部を重ね書きした EIC を右クリックしていただくと、なんかいろいろ出てくると。でテーブルビューというやつを押していただくと、こういった一つのピークスポットに対して各サンプルがどういった値を取ったかというのが一覧で出てくるようになっています。で例えばいやこれは同じサンプルエローというやつがあればダブルクリックしていただくとこういうクロマトのシェイプを変更するやつが出てくるので、自分でクロマト再修正したりですとか、細かいマウスアクションをここに書いてるんですが、右クリックで範囲指定したり、その範囲指定数をこうやってドラッグしたり、右ダブルクリックで自動ピーク検出したりとかいうようなピーク修正が入っています。でアップデートすると、それはモディファイしたやつですよというのを色が変わって教えてくれます。これモディファイされましたよということですね。ですとか、あとは右クリックした状態でアラインド EIC みたいな、アラインドなんとかなんて名前にしたかな、自分が自分が作ったのに忘れました。を開くと、右クリックしてアラインドクロマトグラムビューは小技、サイマルティニアスキュレーション、同時に変更するためのやつを作っているわけですね。範囲指定していただくと自動でアライン、その指定した範囲のピークトップを探してアライメントしてくれて、その範囲指定を下側でやり直すと、この範囲をピークとしますというのを変更することができます。例えば短くするとか、ここからここだけをピークにしたいとかいうのを全サンプルに同時にアプライすることができます。といったようなファンクションがついていて、ざっくりとした説明なんですが、基本的に最終的にはエクスポートボタンからアライメントリザルトというのを多分皆さんエクスポートすることになると思います。このアライメントリザルトを押すと、エクスポート何エクスポートしますかというのを聞かれるので、ピークのハイトがいいかエリアがいいかを選んでいただいて、もちろんマルチで選択できますので、あとはデスクトップとかになんか選んで OK でエクスポートを押すと、そのままエクスポートされます。でエクスポートとは何ぞやと言いますと、デスクトップを見ていただくとテキストファイルが多分2個ぐらいとか、エクスポートした場所を見ていただくと2個ぐらい出てくるんですが、それを右クリックしていただいて、プログラムから開くと Excel をやっていただくと、Excel でですね、いらないのちょっとします。Excel でこういったある程度整った形でアライメント結果の全ての情報が出力されます。アベレージの ID ですとか、アライメントの ID ですか、アベレージのリテンション、M オーバー G、アノテーションといろいろと続いて、で後半からそのエリアですとかピークの高さが出てきます。でもここの部分だけ使えば、自由に自分の好きなツールを使ってさらに統計解析したりとかもできます。あとはですね、プロセッシングでもう一回プロセスすることもできますし、ポストプロセッシングでいろいろやることもできるんですが、データビジュアリゼーションのところにノーマリゼーションというのがありますので、通常ですと、最近はロー S を使うことが多いと思うんですが、インターナルスタンダードでもいいですし、自分の好きな方法でノーマライズすることができます。現在複数バッチのロー S できれいに揃えるとかいうこともサポートしていますので、バッチ指定してもらえればそういったこともできます。ただ今回はノーオンの状態でやってもらうと、他の解析ができるようになります。正規化した後のデータというふうに考えて、例えば PCA ですとか、PCA ボタンを押して、あとは何も考えずにダーンとしてもらえれば、勝手に PCA してくれます。PCA 結果がざーっと出てきていて、こっちポジとネガの一番高い順のローディングの結果が、上側がコンポーネント1、下側が2で出てきてますね。コンポーネントの ID も自由に変われますので、でズームイン、マウスのスクロールでズームインできるので、何がここに寄与してるんだろうかとかを見たりですとか、そういった解析にも使えます。あとすみません、説明を忘れていたのですが、 MS-DIAL 基本的にマウスを使うことが前提となっているので、この範囲指定ですとか、右クリックしてこうズームするですとか、スクロールでどんどんズームするですとか、ダブルクリックで戻りも取るとかいうことが多いので、できればマウスを持っていると使いやすいと思います。で、あとはバーチャートとかも右クリックから、ボックスに書いたりですとかいうこともできるようになったりしていますが、ざっくりとした説明で MS-DIAL の GUI こんなもんぞやというのをお話ししたのですが、何か質問というか、私はもっとこうしたいんですけどできないんですかとかがあれば、まず全然まだうまくいってなくて進めてないですという方がいればお聞きしますが、大丈夫そうですね。で、MS-DIALのやっぱり一番の売りとしましては、コンボリューションができることなので、SWATHにおいては、この右側のパネルで MS マッチがかなりきれいに出るようになっていると。で、実際に生データと比較して、どういった生データでデコンボリューションしたらどうなったかとか、そういったところまで見れることだと思います。これとかが綺麗ですかね。先ほどの MS2 デコンボリューションの話を少しすると、ここの赤い矢印がついているところが、MS1 で取れた時のピークトップなんですが、で、ここを見てみると、ちょっとずれてるやつが共用出してますよね。今、画面上で。ちょっと薄くて見えないかもしれないのですが。で、そのずれているやつらを除いて、ピークトップが合っているやつだけにほとんど絞り込むと、こういったクロマトに変わって、で、それに絞り込むと、ピークがもともとこういうふうにいろんなピークが出てきたところのやつが絞り込まれて、これぐらいまで減りましたよというのが MS-DIAL の一番の売りで、これを変えることによって、MS2 マッチがかなり良くなりまして、MS2 マッチが良くなることで、信頼できるアナテーションにつながると。いうところが売りになっていますので、実際その、なんだろう、この解析が終わるとですね、あまり説明することがない、SWATHだからといって特殊なことがあるわけではなくて、通常の MS-DIAL ユーザーさんでしたら、なんとなくそのまま使ってもらえると思います。で、ちょっと時間がありますので、もしも、何か、そのノーテーションを直したい、信じるか信じないかみたいな話を少ししておくと、MS2DEC の方の問題というか、ノーテーションの問題なんですけれども、例えばこれですね、MS2 マッチドでやった場合に、このピークがなぜか MS2 マッチドで出てきてしまっています。で、見てもらうと、MS2 のデコンボリューション結果自体は、こういうふうにあまり綺麗ではないというか、要は、ミニマムな値で全部バーって出てきてしまっていて、で、親マスが合っていて、この ライブラリ側が1本しかないから偶然マッチしてしまっている場合とか、こういうゴミみたいな時がマッチしている場合もあるので、ある程度マニュアルでキュレーションしてもらった方がいいなと考えていて、例えばここのコンパウンドサーチでいいですね。コンパウンドサーチってボタンをここにありますので押してもらうと、サーチャーが出てきて、正しそうか正しくなさそうかとか、他にマッチするライブラリがないかっていうのになったりですとか、アンノーンってやつを押すと、これがアンノーンに変わりますので、アンノーンにしてもらったりですとか。ということもできます。でですね、このアノテーションが正しいかってやつをコンパウンドサーチで見てみると、たくさん出てきているので、例えばちょっとずつ変えてみて、一番候補が高い順に並んでいるので、可能性が高い順に並んでいるので、ちょっと変えながら、いや、こっちの方が正しいっぽくないかっていうやつとかがあれば、それに変えてもらって、コンフィデンスに変えてもらえば、自動でアノテーションも変わります。ですとか、全くの未知アノテーションなんだけれども、これはなんか意味がありそうだな、差が見えそうだなってやつは、MS ファインダーサーチっていうやつを横のボタンを押してもらうと、初めての方は多分このファイルパスがありません、MS ファインダーが見つかりませんって怒られると思うので、OK を押していただいて、MS ファインダー同梱してますので、その入っている MS ファインダーのエグゼがあるところを選んでもらえれば、自動でリンクするようになっています。そうすると MS ファインダー立ち上がりますので、MS ファインダーに自動でエクスポートすることができて、ライブラリー使っては全くアノテーションつかなかったやつに対しても、MS ファインダーを使って、なんかそれっぽい化合物をアノテーションつけたりですとか、これの可能性があるなっていうサーチをしたりですとか、そういうふうに進めることができます。というところで大体、ざっくり、その他として説明すべきことはしたかなと思うので、そろそろ時間となっているので、最後質疑応答を少し挟んで、リレさんにパスをしたいと思っているのですが。はい、じゃあ、後半の部を始めたいと思います。でですね、まだ MS-DIAL 先ほどのやつを開いている方は一旦閉じてもらった方が確実ですので、一旦閉じてもらえればと思います。新しくそこから入手して同じようにやることもできるのですが、まあ、念のために。で、後半の部ですね。オールイオンズを用いた酵母のメタボルミックスというテーマで、今回デモデータとしましてオールイオンズを用いた酵母の測定結果を用います。これ自分の共同研究先である、明日群馬大で先ほどからなんかあるみたいな話をしてたんですが、その群馬大の GIAR というところのロマナスさんという方が共同でやられていて、でそこの人の尿とかのデータを自分が使っているんですが、そこの人がもうオールイオンズでパッと測れるから何でもやるよみたいな形で、その同じ研究機関内にいる工房のやっている方のデータをパッと測ってみた結果がちゃんと論文になりましたよというデータです。で、ざっくり内容を言っておくと、酵母のこの DNA2 という遺伝子をノックアウトしたサンプルがあって、そのノックアウトしたサンプルとしないサンプルで、その遺伝子下流の化合物がどれぐらい変動したかみたいなのを見ているデータセットです。詳細が気になる方は載っているので論文見てみてください。でざっくりですね、なんで AIF の話をここに入れ忘れたのですが、基本的にはほとんど同じで、全領域から MSD を取るという話をしたのですが、今回のデータセットでさっきと大きく違うところは、アクイジションがマルチプルコイジョイナジーになっていて、この一つの欄ごとに0から1200まででしたかな、50から1200ぐらいまでの範囲を取っていくのですが、各スキャンごとにコイジョイナジーを変えるという測定ができるようになっていまして、今回のデータですと0、10、30、0、10、30、0、10、30とこの3つのサイクルを回すようになっていますので、データもほとんど同じような位置のリテンションタイムの全オールイオンズの結果が0の結果、10の結果、30の結果と連続して出るようになっています。で、MS-DIAL もともとそれにサポートしていなかったのですが、その場合10の結果だけが解析して画面に出てくるのがすごく困っていたので、自分がそれを対応するように書き換えて、0、10、30、今は何個でもコイジョイナジーを取ることができるようになっています。という説明をスライドを入れ忘れたので、ちょっと追加で今説明しました。というバックグラウンドを踏まえてデモデータセットを見てもらうと7個入っていると思うのですが、ブランクと QC2 つとワイルドタイプとノックアウトが1つだけというようなデータセットが7あると思います。で、同じようにスタートアッププロジェクトやっていきましょう。MS-DIAL 立ち上げていただいて、一度やってるのでもうほとんど同じ流れでやってもらえれば。で、ファイルニュープロジェクトのブラウズをして、間違えました。デスクトップのデモの、今回は For All Ions with Multiple Cohesion Energy みたいなフォルダがありますので、それを選んでいただいて、ほとんど一緒なんですが、MS メソッドタイプのところだけ All Ions with Multiple Cohesion Energies を選んでいただいて、ブラウズしてもらいます。で、ちょっとフォルダが別の場所になっている人は気をつけて元のフォルダに戻ってもらって、デモデータのその同じフォルダの中に Experimental Information for AIF というやつがありますので、これを開いてもらえれば大丈夫です。ちょっとさっきと違うんですが、ほとんど同じような各スキャンがどういうものかという説明をしていて、で、スタートエンドがあって、で、名前を付けれるようにしていて、あと、コイジョイナジーを個別に持てるようにしていて、あとは各スキャンが MS2 持っていますので、それに対してコンボリューションを行うかどうかという設定を01で作れるようにしています。で、どれか1つを1にしておけばそれだけでデコンボリューションが走りますし、全部1にしている今の場合は、3つのスキャン、0エレクトロンボルトと30エレクトロンボルトと10エレクトロンボルト、それぞれ3つに対してデコンボリューションして、異なるコイジョイナジーの結果を同時に見ることができるようになっています。で、それを選んでいただいて、で、今回プロファイルじゃなくてセントロイドなのでセントロイドを選んでもらって、で、ポジティブのメタボロミクスでいきましょう。はい。で、ファイルブラウズで全部選んでもらって開く。で、先ほど結構時間かかって困ったという方は今回減らしてもいいと思いますが、今回の方がちょっと早いと思うので、減らさなくても大丈夫です。で、コピーして書いてもいいですし、先ほど開いたサンプルインフォメーションの別タブに、AIF というやつがあるので、そこからコピーして、買ってもらえれば変わります。で、これ、クラス ID を変えなかった場合なんですが、先ほど見たアライメントのところで色が分かれていたり、バーチャートが分かれたりしたと思うんですが、あれが分かれなくなって一つだけになってしまいます。ので、それを気にしなければ別にそのままでも大丈夫です。で、タイプも今回、ブランク以外は特に指定しなくても QC をセレクトしておくと QC コレクション、QC ノーマリゼーションとかをするときにこのサンプルをもとに QC でノーマライズするんだなということが分かります。というだけです。なので今回はどちらでもいいです。で、NEXT してもらえれば。なんかここまでで詰まった方とかいらっしゃいますか？多分大丈夫。2回目なので大丈夫だと思いますが。で、ロードで同じくパラメータファイルをロードしてもらえればで、少し説明をしておくと、今回リテンションタイムとマスレンジのところをちょっと見てほしいんですが、結構不思議な値を入れてると思うんですよ。5分から 9.5 分でマスレンジが100から300というのは、実はこれデモデータ用にめちゃくちゃ狭くしていまして、本当は0から 0.5 から 12.5 ぐらいと、あとは50から1200と本当は指定してやるんですが、それをやってしまうと今日皆さん帰れなくなってしまうので、これぐらいのめちゃくちゃ狭めた範囲内で解析してもらいます。で、同じようにスレッドを増やしたい方はスレッドを増やしてください。あとピークディテクションのタブに行ってもらうと、下のエクスクルージョンマスなどは同じなんですが、これはアジレントさんのロックマスですねを指定しているんですが、一番上ミニマムピークハイトがですね、なんかめちゃくちゃ高い値だなと、なんとなく見てもらえば分かると思うんですが、これも同じ理由で、これを低くしておくとたくさんピークが検出されてしまって、たくさんピークが検出されればされるほど時間かかるので、今回はデモ用にこのすごくでかい値を指定していて、本当はこの10分の1、100分の1ぐらいでランすべきです。で、MS2DEC のところの MS アバンダンスカットオフも同じで、今回1万をカットオフ値にしているのですが、これは端的に言うと MS2 のピークで1万以下のものを全部捨てますと。っているので、ほとんどゴミとして捨てるという設定にしています。これを本当は1000とかレコメンデーション100、スワスの場合100とかにされてるんですが、0から100の100未満されてるんですが、 AIF の場合結構でかい値が出るので、まあ1000とか5000とかにしてもらえれば大丈夫だと思います。ちょっとこれは本当は落ちすぎるということです。はい、では同定の方行きましょう。セレクトでマルチプルコリジョンエナジーのフォルダの中に MSP ファイルがあります。で、これを選んでもらえばいいんですが、先ほど説明しろと言われたので、MSP ファイルの説明を少しだけしておくと、あ、無理だったかな。ちょっと重すぎたかな。ちょっと開くのは無謀だったかもしれないなと今後悔してます。で、まあ、開いて皆さん開かずにそのままオープンしていたり、開くとか選択してもらって、でこれ2分になってるんですが、別に 0.5 分とかで本当は大丈夫です。なぜかパラメータ2分になってました。多分自分の保存ミスです。こちらでも1分とか2分とか通常 0.5 分でやっています。アドバンス作ってもいいんですが、今回は使いません。で、アダクトは今回ポジティブで、まあまあ入っているだろうというものを選んでいます。同じくアライメント、次はアライメントのところで同じく QC に変えてもらって、あとはそのまま今回指定した通りに走らせてもらえればと思います。はい。変更点はアライメントのところとアイデンティフィケーションでちゃんと MSP ファイルを指定するの2点だけです。で、全部終わったらもうフィニッシュしてもらえれば、早い人だったら本当に 1、2 分で終わっちゃうと思います。なぜなら本当にでかいピークだけ拾うようにして、拾う範囲をめちゃくちゃ狭くしているので。ちょっと苦肉の策で別のやつで開いたんですが、テキストエディターで開いていると思っていただければいいのですが、皆さんのフォルダに入っているやつと同じやつを開いています。あ、開けた。テキストエディターで開くとこんな感じで、MSP ファイルですね。ちょっと厳しいかな。いきますかね。名前と、あといろんなメタ情報があった上で最後に NumPeaks とそのピークの情報が載るようなファイルになっています。で、必須項目は名前と、NumPeaks だけです、本当は。ただ MS-DIAL の場合は、そこに追加でプリカーサーの M オーバー G がないと M オーバー G マッチができなくなっちゃうので、プリカーサー M オーバー G を必ず指定していただいて、あとはリテンションタイムの情報があれば、リテンションタイムのマッチもしてくれます。ので、必須というか MS-DIAL でよく使うのは、ネーム、リテンション、プリカーサーとプリカーサータイプ。であとは、NumPeaks があれば一応動きはします。ただ追加で、例えば、イオンモードポジティブかどうかっていうアナテーションですとか、コリジョンエナジーいくつのやつかとか、フォーミュラーとかインチリとか、こういうメタ情報があると、その、同定した後に、その同定したものが何だったのかっていうのが分かるので、非常に助かると思います。で、これは、技研のホームページで公開しているやつと統一です。ので、技研のホームページとかで、MS-DIAL のページからダウンロードリンクありますので、よければ MSP2 もダウンロードしてみてください。MSP ファイルもダウンロードしてみてください。すみません、これ全然関係ないやつです。これももういらないです。開けた。はい、で、皆さん何までいったでしょうか。大丈夫そうですね。逆にもう終わったよって方いらっしゃいますよね。ああ、もうちらほら、やっぱり早いですね。で、何度も言ってるんですが、そんな早いのは、ここの MSMS のアバンダンスカットオフと、ミニマムピークハイトのカットオフがかなり高い値になっているから、ほとんどピークを検出できていないという状態で早くなってます。ファイルをダブルクリックしてもらえば開きます。はい。でですね、ここからちょっと皆さんに残念なお知らせに近くなっていくのですが、もともと津川さんの開発された MS-DIAL というものは、一つのウィンドウできれいに全部解析までできますというのを売りにしていて、全部一つに入っていたんですが、自分がマルチモニターを使うタイプなので、モニター2個開きながら使うタイプなので、いや、一つの画面じゃ使いづらいですよって話をし、どんどんその追加でディスプレイが出てくるタイプに書き換えてしまいましたので、イオンテーブルビューワーとかも自分が作ったので、小イオンテーブルビューワーとかも新しく立ち上がってしまいますし、AIF は特にですね、いろんなものがこう同時に立ち上がってくるタイプになっているので、シングルの普通の PC のモニターだけだと多分追い切れないと思うのですが、なんとなく感覚をつかんでもらえればなと思います。で、もう終わった方は先ほどと同じように QC に変えていただいて、自分のパソコンがめちゃくちゃ重くなっているので、もしかしたらどこかで落ちるかもしれないです。はい。で、結構厳しいカットオフにしたんですが、それでも QC で結構ピークが検出できていると思います。で、メスマッチで絞り込むと何個か出てきて、まあまあ、それっぽいのが何個か見えるかなと思います。で、右下に見えてるやつが今実は一つしかないじゃないですか。これは一番最初に出てきたやつなんで、今回10エレクトロンボルトの結果だけが右下に出てきていて、もともとここを複数のコリジョンエナジーの結果を見えるようにしようと思っていたんですが、そうすると恐ろしいことになってしまいまして、やっぱり複数のコリジョンエナジーの結果出すんだったら別パネルじゃなきゃ無理だよねという話になり、この AIF ビューワーコントローラーの中の、今ピークですので、ピークビューワーの一番左を押してもらうと、異なるコリジョンエナジーというの結果がパンパンパンと出るようになっています。で、10、30、0で出てるんですけど、これは、ちょっと、スライドのお話になるのですが、ここで指定した先ほど一番最初に開いたファイル、一番最初にプロジェクト作るときに指定したエクスペリメンタルコンフィグファイルで指定したここの順番になっています。で、3つのこういう17Gを指定している場合はこんな感じで指定してもらえればいいですし、2つしかなかったら2つでやればいいですし、1つだけでやってる方は1つでやっても動きはします。で、なんで10、30、0なんだっていうのが若干気になる方もいると思うのですが、実は測定の、マシンの測定側では0、10、30で指定して、測定していて、みんな0、10、30だと思って解析していたらなんかおかしいぞってなって、生データをよく確認してみると、MS レベルのところが221、221と出てくる。MS2、MS2、MS1 と出てくるという話になり、ジレントさんの何かしらの問題なのかわからないのですが、測定は0、10、30で測ったのですが、実際のデータフォーマットが10、30、0で出てきているという現状がありまして、なので、今回の設定自体のところを10、30、0というコリジョナー G にしています。で、このようにコリジョナー G 変えれるので、アノテーションをここでつけて、その結果がここに出てくると。ここが名前になります。で、なんとなくそれっぽい傾向も見えるかなと思うのですが、今回適当に開いたのであんまり詳しくは説明できないですが、例えば、適当に開いたけどトリプトファン開いてますね。で、0のところがほとんどインソースだけの結果と、10のところで少し壊れたやつが見えてきていて、30のところではほとんど壊れているという傾向が見えると思います。で、これを、別のやつを開いても、別のピークを選択しても、まあ、同じように0でインソースフラグメントの結果が見えて、10でその少し壊れた時が見えて、で30でもっと壊れた時が見えるというのが同時に見れるので結構便利かなと思っています。ただ、まあ、なんというか一つのディスプレイでやるべきものではないといいますか、もうちょっと大きいディスプレイが2個ぐらいある前提で作られています。で、他の MS-DIAL の基本的なサポートと同じように生データ、生の時とデコンボリューション結果を両方比較して出せるようにしているので、生とデコンボリューションでどう変わったかなっていう結果を見たりですとか、そういうのにも使えますし、もちろん同じようにクロマトを書いてみることもできるので、クロマトをしてもらうと、もうかなり複雑になってくるんですが、上側が生の10、30、0のクロマトの結果で、下がデコンボリューションするために MS1 とピークトップが重なったやつの10、30、0のEIC の結果となっています。で、こういったふうにチェックすることもできて、今結構適当に開いていたんですが、この EIC 結構 MS2DEC のいいエグザンポーになっていて、例になっていきまして、ピーク1、MS1 のピークトップがここで、で、明らかにずれているのが何個かあって、で、これは多分別の MS1 の、なんていうか、MS1 の別の化合物からの MS2 ピークが出てきていると。ただ、ここの時点で見ると、半分ぐらいコンタミというか、共用してるわけですよね。MS2 ピークが。で、それを、ここが MS1 のピークトップなんだから、というふうな情報を用いることで帰属させると、ここのいらないピークが全部消えて、綺麗なピークだけに残るというのが全部で起きています。はい。で、あとは、先ほど説明したコンパウンドサーチですとか、MS ファインダーへのリンクですとかがあります。で、3つコリジョネージがあるので、それぞれからこう飛ばすことができます。で、飛ばしたときには元々の何エレクトロンボルだったかっていうのが MS ファインダーにも飛ぶので、そのままライブラリ作るのに使ったりですとか、いろいろと応用できます。続いてアライメント方に行くと、アライメントもほとんど見た目は同じですね。SWATHとほとんど同じような結果が見れると思いますが、同じく、このアライメントした後の MS2DEC の結果が見えるようになっています。これも同じく0ではインソースフラグメントだけが見えて、10で少しフラグメント化したやつが見えて、30でかなりちっちゃくなっているのがわかるかなと思います。はい、細かい GUI と細かいなんというか PCA 書いたりですとか、右クリックして同行する図を変えれますよとか、ピーク検出変えれますよといったやつは全部SWATHと同じなので、細かい部分を割愛していきたいと思います。で、あ、そうですね。トリプトファンとキネルニンの結果が探せば見つかると思うんですが、MS2 マッチで探して、ありますか。小イオンテーブルで開いて、まあ、トリプトファンを選ぶと、まあ、トリプトファンの結果がこう見えて、キネルニンは確かアディションされるんだ。キネルニンが出てこない。ちょっとキネルニンがパッとアディションされてないかもしれないんですが、キネルニンのところのマスを見に行くと、MS2 マッチだとダメなんですね、多分。行くと、DNA2 ノックアウトでは消えていると。で、トリプトファンのこのパスウェイの中で、キネルニンとかがその下流でできる化合物なので、それらができないことが分かりますと。ここですね。トリプトファンは、ノックアウトサンプルでも、他のコントロールサンプルでも同じ濃度で、同じくらいの濃度で見えてきて、ここをノックアウトしているので、その下流でできるキネルニンとかは、ほとんど発現していないと、ほとんど化合物が存在しないということがくっきりと見えるような結果でした。ここに書いてますね。はい。で、AIF 特異的といいますか、まだ AIF にしか、実装していないのですが、このデータプロセッシングの一番下にですね、コリレーションベースデコンボリューションというものがアクティブになっていまして、これをやると、別の手法でデコンボリューションすることができるようになっています。で、まあ、細かいところは全て置いておいてランしてもらえれば、それで走ります。で、これは興味がある人だけで大丈夫です。ざっくり何ぞやという話をしていきたいと思いますが、コリレーションベースとデコンボリューション、MS-DIAL に入っている2つのデコンボリューションのうちのもう片方で自分が開発した方となっています。MS2DEC の方ですと、先ほど何回かどうやったら MS2DEC がうまく働くのか条件は何だという話を少ししたと思うんですが、ピークトップが最低2個ずれていないといけません。で、SWATH の場合ですと、MS1 から MS2 を取るときに結構幅を狭めて25ダルトンですとかから MS2 を取るので、25ダルトンの幅で MS2 が混ざってしまうわけです。ですが、オールイオンズの場合、今回は50から1000ぐらいの範囲の MS1 をまとめて MS2 にしているので、かなり大量に混ざってくるわけですね。かなり大量に混ざっていると、ピークがここら辺のクロマトがかなりぐちゃぐちゃになりやすく、かつ完全に共用するやつも結構出てくると。ピークトップが要はずれないものが出てきてしまいますので、それに対してどうにかデコンボリューションできないかなということで、CODEC、コリレーションを使ってデコンボリューションしましょうということをやりました。で、この理由としましては、自分の持っているサンプルが大体300サンプルとか1000サンプルぐらいあるようなでかいデータセットで、そのコホート研究とかでやっているようなタイプだったので、サンプルがたくさんあるんだったら、たくさんサンプルを使うような解析手法を作ろうと思い、作りました。なので、ここに軽く書いているんですが、サンプルが20以上あった方が望ましい結果が出ます。で、今回は、9子入れてなお6サンプルしかないので、コリレーションを求めるとかなり怪しい結果になってしまうと思われますが、一応動いたので、データプロセッシングのコリレーションで、CODEC のところを押してもらうと、細かいセッティングが出てくるんですが、今回そのままデフォルトでランしてもらえれば動きはします。で、何するかと言いますと、先ほど言った通り MS2DEC ではピークトップのズレを使って、こことここが MS1 で少しずれてるから、MS2 でもこうずれて、この MS2 のズレを使って、MS2 ピークを分けているのですが、CODEC では全く違っていて、複数サンプル間の同じピーク、同じ化合物に着目し、このピーク、MS1 のピークと MS2 たくさん出ているピークの中で、コリレーションするものがあるかなというものを探します。コリレーションする、要は、同じ化合物由来のピークだった場合、例えば pK が高くなったら、フラグメントピークも高くなるだろうという仮定の下でコリレーションを計算して、コリレーションしないやつはノイズだろうと。コリレーションするやつは多分フラグメントだろうという仮定のもと動かしています。キリュウの成功例としましては、この N アスチルカルノシンとグルタミンが完全に共用するような ABC の測定系となっていたので、これデコンボリューション MS2DEC だと完全に共用しているやつは分けきれないので、ピークトップが被っているため、それをどうにか分けれないかなと試してみたところ、CODEC だときれいにいきましたよという結果になっています。で、MS2 の EIC を書いてみると、グルタミン由来も N アスチルカルノシン由来も完全に被っているんですが、でそのために、MS2DEC の N アスチルカルノシンの結果は全然、グルタミンが入ってきているような結果になっていて、CODEC では各サンプル間のコリレーションを使うのできれいにいきましたという話をしています。で、MS-DIAL にも実装されていますので、アライメント、CODEC が走り終わった後にアライメントビューワーの CODEC ボタンを押すと、ほとんど同じようなビューでこういうのが出てきて、今回6サンプルしかないのでちょっと微妙なのですが、一応それっぽい結果がなんとなく見えるということです。走らせたのですが、終わってますね。走らせると多分数が少ないので数分もかからず終わると思います。押すとこんな感じで出てきます。で、よくやれる、自分がよくやる解析方法になるのですが、まず CODEC の結果出します。で、MS-DEC の結果も出します。で、似てるかなっていうのも確認しつつ、で、アラインド EIC を見ます。この、重ねた状態でピーク検出うまくいってるかなっていうのを見つつ、各サンプルがどうなってるかなっていうのを見ます。なので、ディスプレイしつつ絶対無理で、まあ2つぐらい出してもらって、でさらに、ここで、アノテーションされた化合物、アノテーションされた、化合物が正しいかどうかっていうのを、ライブラリ変えながら、3でも出ないかな。ちょっと適当な。まあ、ここを変えると、この MS2DEC のデコンボリューション結果と CODEC のデコンボリューション結果の両方の下側のリファレンスが、このコンパウンドサーチで変えることができるので、まあ、6個のデコンボリューション結果と1つのリファレンスの結果を全部比較しながら、あ、どれがそれっぽいなっていうアノテーションを見ながらやるので、基本的に1つの画面だと厳しいという状況になっています。最後にも時間もしてきているのでまとめに入るんですが、 DIA 解析何がいいかと言いますと、全ピークの MS2 情報を取得できることがやはり一番強いかなと思っています。で、将来的に再解析を行う価値が高くなりますので、今、日本でもレポジトリを作ろうという動きがありまして、ご存知の方は今、例えばメタボロミクスワークベンチとかメタボライツとか、国外のレポジトリがあると思いますが、今回使っている、例えば、公募の結果、公募のリザルトは全部そのメタボライツの方にアップロードされているんですが、そこを見に行けばデータをダウンロードしてきて解析することができるようになっています。で、DDBJ でもレポジトリを作るような動きがありまして、来年度には多分リリースされるだろうと言っているのですが、はい。で、そこに多分皆さんが測ったものがアップロードされるようになって、それを再解析するときに、オート MS とかターゲットだと MS2 のアノテーションがついてないものが多いと思うんですが、DIA のデータでしたら皆さんでも、なんというか、再解析したときに価値を多く見つけられるだろうと考えています。ただ、問題点としましては、やっぱり共用出してくる化合物をかなり考慮しなきゃいけないということと、MS2 のデコンボリューションが必要であることが挙げられます。一番の注意点として、やはり化合物とインソースフラグメントを間違えないようにすることが、特に AIF、オールイオンズとかの場合ですと、この混ざり具合がですね、かなりえぐくなってくるといいますか、MS2 両方ほとんど同じようなマッチをするようになるので、どっちに帰属させるかっていうのが非常に難しくなってきます。ので、そこら辺だけ注意して扱ってもらえれば、誤動程が減っていいのではないかなと思います。ので、なんか質問等があれば、どうぞというところに行くのですが、何かありますでしょうか。